多分除染室だと思います。除染室？私たち前にもここに閉じ込められたような気がするな。ただの既視感でしょうか。いや、何か嫌な予感が。確かに。このボタンは。カルロスさんも感じるんですか。ってことは、アカネも。アカネだけじゃない。俺もだ。何かとんでもなく重要なボタンだった気が。もしかして私たち記憶を失ってるんじゃ。バングルの薬のせいでか。だとしたら一体。ここは？ラウンジ？そういえば、確か除染室で。忘れてもらっては困るからね。君たちが人を殺したという事実を。そうだ。僕は、あのボタンを。現在の死亡者をお知らせします。C チーム、カルロス、アカネ、ジュンペイ。D チーム、ダイアナ、ファイ、シグマ。以上、6名が死亡しました。よって、これより6つの X パスを公開します。ドリーム、キー、クォーク、マム、ディアー、アーム。以上です。そんな、嘘だろ？みんな、みんな、エリック。ああ、僕は、なんてことを。自分を責める必要なんてないわ。あなたは妥当な選択をした。それだけよ。でも。いいから、それよりも今後のことを考えなさい。これでパスワードは6つ。外に出られるのよ。ちょっと取り乱しちゃったけど、考えてみればマジだったかもしれないよね。なんていうか、その、もっと残虐な殺し合いをさせられるよりはさ、ゲームだなんだって脅されてたけど、結局は、妙な投票と、ボタンを一度押しただけだし。そうね。それ以外はただ眠らされてただけって考えると、終わったっていうのもいまいち実感が。いや、そうじゃないのかもよ。ほら、記憶消去薬だよ、バングルの。今回は例外的に打たれなかったみたいだけど、もしかしたら僕らは目覚めるたびに同じようなことを何度も何度もさせられてきたのかもしれない。それが終わるたびに眠らされて、また記憶を奪われて。やめよう。こんな話必要ないだろう。いいから早くここを出ようぜ。そうね。私たちも。待って！一人忘れてるよ。
どい。一体どうして。とにかく外せないかやってみましょう。ねえ、さっきの話だけど、記憶がないだけで何度も目覚めているのかもって、なんだかまるで眠り姫問題みたいね。眠り姫問題？有名な難問の一つだよ。日曜日にある実験が始められる。被験者は睡眠薬で眠らされ、その後一枚のコインが投げられる。コインが表だったら、被験者は月曜日に起こされて、あることを質問されてからまたすぐに眠らされる。で、実験は終了。コインが表だったらね。裏の場合は？月曜日に起こされて、あることを質問されてからすぐに眠らされる。なんだよ、表の時と同じじゃないか。そう、ここまではね。だけどその後は違う。被験者は眠らされてから月曜日の記憶を完全に消去されちゃうんだ。そして火曜日に起こされて、また同じように質問を。その質問っていうのは？コインが表だった確率は。それだけ？うん、それだけ。おいおい、それのどこが難問なんだよ。コインが表だった確率なんて2分の1に決まってんだろ？って普通は考えるよね。でも質問された時の状況としてはこんなパターンが考えられるんだよ。コインが表で月曜日に起こされているか、コインが裏で月曜日に起こされているか、コインが裏で火曜日に起こされているか、この3通り。するとコインが表だった確率は3分の1だとも考えられない？いや、やっぱり考えられないな。だってコインだぜ。どう考えたって2分の1だろ。じゃあ条件を変えてみようか。コインが表だった時にすることはさっきと同じ。でも裏だったらさっきと同じことを1万回繰り返すんだ。1万回？起床、質問、睡眠、記憶の消去。起床、質問、睡眠、記憶の消去。これを1万回。それでも、やっぱり表が出た確率は2分の1かな。そう考えてみると、なんとなく裏の可能性の方が高いような気がしてくるでしょ？確かに、言われてみれば。で、本当のところはどうなんだよ。本当も何も、答えはまだ出てないのよ。学者の中でも2分の1派と3分の1派で意見が分かれてるの。いわゆる未解決問題ってやつ。へえ、よく知ってるな、そんなこと。たまたま本で読んだのよ。輪廻転生に関する内容だったんだけど、同じテーマをはらんでいるとかで。輪廻転生が？どうして？だってほら、記憶を奪われてから目覚めるのって生まれ変わるのと同じじゃない？ああ、そっか。そうかもしれないね。俺はあんまりそういうのは信じてないの？っていうか、意味があるとは思えなくて。だって生まれ変わった時には前世の記憶はきれいさっぱりとなくなっちまってるんだろ。それなら輪廻転生なんてあってもなくても同じじゃないか。記憶がなければ意味がないの？人は誰だって子供の時のこと完璧には覚えてないでしょ。それどころか一月前に何をしていたのかさえ曖昧だったりもする。なら子供の頃の自分や一月前の自分にも意味はないってことになるわよね。つまり自分というものの構成要素として記憶は本当に重要なのかって話だね。じゃあ何が重要なんだよ。さあ何かしらね。
残念だけど、これ以上はどうにも。諦めるしかなさそうだな。ごめんね。本当に、ごめんなさい。仕方がないわ。できるだけのことはしたんだもの。さあ、行こう。二人とも、準備はいい？ええ、始めてくれ。開いたぞ。じゃあ行きましょうか。おい、どうしたんだ？何やってるのよ。僕はやっぱり行けないよ。はあ？彼を置いてはいけないんだ。ごめん。僕もここに残ることにしたんだ。なんでだろうね。僕に記憶がないからかな。外の世界を知らないから出たいっていう気持ちも少なかったのかな。これで良かったのかな。それとも僕は間違えたのかな。そうだね。